五条原へ向かうぞ。五条原に展開する食軍を一掃する。夜国道を抜けて北進せよ。はい、こんにちは。今日も新乗り切れの続きやっていこうと思います。残りの章はそんなにないので、終わりまではそんなにかからないのではと思っています。では、早速やっていきましょう。あ、そういえば、レベル上げをやりました。レベル8号まで来たのでかなり楽に進められるのかなぁ、わら。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。さすがはギブ、ここまで攻め込んできましたか。ですが、ここで引くわけにはいきません。行きますわ。我らの死力を尽くし打ち果たしましょう。もう二度と遅れは取りません。いざ、この月へと再戦を願います。真剣ですね。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。さあ、敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。はっ、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 はっ
諸葛亮、変なところにハマってるなぁ、わら。行きますわ。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。あ、素晴らしく輝いていらっしゃる。芝居殿、諸軍が一斉に退却を始めました。そうか、ついに諸葛亮が言ったか。将、追撃できるか。いや、それが少し面倒くさいことになってます。交代する諸軍の隊列は全く乱れてませんし、奴らの退却路にはいくつも罠が仕掛けられてます。下手に追えばこっちに大きな被害が出そうです。それも諸葛亮の仕業よ。奴は攻勢の中、退路にも策を講じていたのだ。あ、でも諸葛亮、死んだふりするんだっけか、まさに天下の奇才。もう、奴ほどの敵と出会うこともないだろう。父上。これで当面は食も語も動けまい。これから先は内なる敵。葬儀を蝕む輩と対していかねばな。
ああ、やっぱりなくなっちゃったか。さて、授業しようかな、わら。この前ちょっとだけやった初層の続きやりますかね。この挑戦、闇に舞う覚悟はできています。これもすぐ終わりそうな予感するけど、わら。敵の要所を叩く。冥族の陣に踏み入るとは、そんな奴だよ。この炎本書が注意してくれよう。伝令、落葉の五兵殿との連絡が途絶。董卓の手の者、傷がついたではないか。
思い知ったか虫けらども、貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。ぬるいぬるいぞ。この火竜の相手となる奴はいねえのか。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に戻るぞ。トウタク様より伝令、洛陽を捨て長安に撤退するよう急ぎ支度をせよとのことです。なんだと、俺たちは勝ったんだぞ。まさか帝の御身に何かあったのですか。いえ、そこまでは。失礼いたします。もしや東卓様は戦の勝敗に関係なく戦闘されるおつもりだったのでは。宝泉様を戦わせたのは時を稼がせるため。豚め、俺をおとりに使ったということか。行くぞ朝鮮、奴から直接話を聞いてやる。撃ち取りました。いいぞ朝鮮、だが無理はするなよ。董卓、貴様何を考えている。敵は俺が全て倒した。長安謎に逃げる必要はない。やかましい。何が敵は全て倒したじゃ。止水艦も古老艦も抜かれおって、もはや城は裸同然。ここにおっては殺してくれと言うておるようなものよ。わしは帝を連れて長安へ行く。これは決めたことじゃ。ぐずぐず言わずに支度をせんか。雑魚どもに席を抜かれただけで逃げ出すだと。董卓、とんだ臆病者めが。洛陽を捨て長安へ移ったところで国の混乱は続きましょう。このままではいたずらに国中へ戦を広めるだけでございます。はあ、いつになれば人々の悲しみはなくなるのでしょう。これが宝泉様の望まれたものなのですか。俺が望んだ戦はこんな腰抜けたものではない。攻め寄せる敵を全てねじ伏せ、俺が最強であることを証明する戦だ。董卓様はご自身が生きながらえるためならばあらゆる犠牲も厭わないでしょう。おそらくは帝や宝泉様の命さえも。宝泉様が望まれる戦いは董卓様のもとではかなわないのではありませんか。何が言いたい。宝泉様が董卓様のもとを離れ望む道を歩まれたらと思ったのです。もし宝泉様がそのおつもりなら、私は協力を惜しみません。朝鮮、お前は俺に奴を殺せというのか。宝泉様と私、二つの思いを叶えるためでございます。わかった。董卓は長安に入った。曹操が奴を追っているそうだ。奴からは曹操を討てとの命が来たが、もはや知ったことではない。曹操も董卓も
まとめて俺が消し飛ばしてくれる。朝鮮、それで俺とお前の憂いは全てなくなる。そうだな。はい、私も共に参り見届けます。私たちの思いが叶うその時を。ああ、ついてくるがいい。両方戦の最強の武、今こそ天下に示す。お父様、宝仙様が決意なさいました。これより董卓様のいる長安へ行ってまいります。おお、朝鮮、苦労をかけたな。お前の長くつらい時間も間もなく終わる。董卓さえいなくなれば必ずや国は良い方向へと向かうであろう。一つ気がかりなことが。宝仙様は、ハロー、私の胸の内を分かっておられる気がします。私は董卓様を亡き者にするための埋伏の毒、宝仙様を利用した悪女だと。ウェルカム。あの獣のような男がさほどに鋭いとは思えなんだが。ハウアーユー。お前の役目は終わった。危険な目に遭う前に急ぎ身を隠した方がよい。いいえ、逃げるわけには参りません。私には見届ける義務があります。宝仙様がその手で董卓様を打ち果たす様を。そうか、わしにお前を止める資格はない。くれぐれも気をつけるのだぞ。はい、行ってまいります。What is your name? 行くぞ。董卓を切り、俺は俺の戦いを手に入れる。そうそう、アイエムキルミビゼル。するな、調査。邪魔をする奴ら、俺が蹴散らしてやる。よし、ここで防御体制を取るのだ。Are you live in Tokyo?This live is broadcasted from Yokohama, Japan.
ここで何をしている？貴様の任は董卓のおもりではないのか？ヨウゼ、お前何か企んでんな？面倒ごと起こされる前にとっちめとくか。あれ、ちょっと場所間違えた。俺たちは朝鮮様の味方だ。それ敵本陣へ攻めかかれ。おうるさい虫けらどもめ、わしの邪魔をするでないわ。わしを裏切る気か？おのれ、八つ裂きにしてくれるわ。朝鮮、なぜわしのもとにひざまずかん？こうなれば腕づくじゃ。敵将討ち取りました。サクサク進みますね。呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。親子と、笑わせるな。貴様はここで終わりだ。そして董卓シスト、おのれ右狐、貴様がたぶらかしおったか。豚には贅沢な賄い。これから先俺は俺の道を進む。諸村がどこまで描かれるのかな。戦いを求められるのですね。ああ、もう誰にも邪魔はさせん。俺はこれからただ最強の武を示すために戦い続けるだけだ。朝鮮、お前はどうする？お前の目的も果たされた。ここにいる意味もあるまい。答えたくなければ答えんでもいい。お前の悲しい思いが少しでも和らいだのなら今はそれでいいと思っている。宝仙様、
わあ、次はどうしようかな、わら。ちょっと食の武将誰かやるかな。やっぱり結構話が短いキャラもいてるんですね。うんうん、短い武将結構多いかも、わら。この点でちょっと諸葛亮の有能ぶりを見てみようかな、わら。おう。軍師出陣ですか。うんうん、でもやっぱりちょっとレベル上げはしようかな。この諸葛孔明、乱世の地図に天下の体系を描きましょう。でも五将からだから少し高いレベルでは始まるのよね。袁紹軍を破った。袁家は勢いを失いやがて滅亡。なるほど。曹操は天下に一番近い男となる。一方後藤の孫権は兄孫策の死後勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。人々が泣かぬよう悲しみのない天下、曹操ならば一生に不死、孫権ならば別の道を選ぶでしょう。ですが劉備殿は迷い
傷つきながら、それでもなおその道を追い求めておられる。この乱世で誰もが諦めてしまった仁の道を。諸葛亮、あざ名は孔明、画僚と称される優れた軍略の才の持ち主である。慶州の名士柴木の下で序書らと共に兵法を学ぶ。その後は草庵にこもり、妻月英と静かに暮らしていた。だが今、劉備の三顧の礼に応え軍師となることを決める。仁の国を実現するため、その才を示す時が来たのだ。劉備殿の目指すよう、必ずや実現させてみせましょう。三顧の礼、文章だけで終わらされたか。天下に曹操に並ぶ勢力はありません。単独で曹操に対して勝てる者はいないでしょう。曹操に次いで勢いがあるのは江東の孫権です。勢力はそれほど大きくありませんが、江東に盤石な地盤を築いています。劉備殿が望まれる天下へと至るには、まずこの二つの勢力に並び立たなければなりません。しかし知っての通り、我らは居候のみ、彼らに並び立つなどとても。よって立つ地を得て志を広められれば、決して絵空事ではありません。曹操が時を得たように、孫権が地を固めたように、その志にて仁徳をもって人を束ねる。それが劉備殿が進むべき道、王道なのです。その上で孫権とは手を結び、共に曹操と当たるのです。王道、それが私の取るべき。いろいろ都合があるんですね、わら。諸葛亮殿のお言葉で悩みは晴れ、雲を破って晴天を見た思いです。改めてお願いする。曹操を打ち果たし、安寧の世を築くため、軍師として私を導いてはいただけぬだろうか。承知しました。この諸葛孔明、知略の限りをもって劉備殿の大志を支えましょう。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうかこの難局を乗り越えてくれ。承知しました。必ずや曹操軍を退けてみせましょう。ちょっと待ってくれ、兄者。軍師に頼りたがるのもわからなくはねえけどよ、俺はまだこいつの実力を知らねえ。指図されるなんざ願い下げだぜ。欲得の言に一理あり申す。検索ならまだしも、新参で全軍の指揮とはいささか心を置きすぎでは。雲長、欲得、私は諸葛亮を信じている。此度は彼の命に従ってくれ。兄者がそう言うんならよ。承知いたした。お二人ともありがとうございます。では策を説明いたしましょう。敵に対し我らは貨幣、この勢力差を覆すため崖を仕掛けて曹操軍を一掃します。そんなにうまくいくもんかよ。やめよ、欲得。お二人の働きなくして勝利はありません。諸葛亮は軍師らしく、サブクエも消化してなるべく弱体化させてクリアしていこうかな。ちょっと時間かかっちゃうけどね。
防御レベル27からスタートなんだ。お金気づけばすごい溜まってるなぁ、わら。これはもう気にしなくていいね。ちょっと武器をいいものに変えたいなぁ。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策、いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、実は、おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。へい、いらっしゃい。あーなんてこった。素材が足りないよう。もう一段階弱いのにしようか。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。これならなんとか。あ、ちょっと昼飯食べてきます。はい、いってらっしゃいです。
こんな感じで行ってみよっか。ハクカ様は無理をし、馬がご入りようで。あ、絶影が帰る。絶影乗っちゃおう。またお待ちしてます。黒いなあ、わら。では進めていきますか。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。敵の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。指示を出す者がいなければ軍は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が撃たれてはこの先の策はなりません。敵を打ち払わねばなりません。残しといてくださいよ。お見事です。さすがは孔明様。
どんどん行きましょう。じきにこの位置、申し訳ありませんが。ついでだからやってくた。村人は？ご親切。逃げる。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。おかげで村民の避難は無事終了しました。協力心から感謝します。続々と避難しているとのこと。うまくいっているようですね。避難が済めば家計の範囲を広げられます。我が新さん、狂いはありません。すごいっすね。輝いてますぜ。民の動きが妙だ。あの辺りを調査する。この異変、殿の耳に入れておかねば。至急伝令を送れ。はっ。役目を全うできないとは。謀略を巡らせているか、この右軍則が直に問いただそう。俺が死んではそもそも様へ報告が。すごいっすね。輝いてますぜ。
その働き、宇宙一を。だいぶマップも明るくなってきたね。守り抜け。
もって強固な盾となるのだ。美しくない方はお引き取り願います。よし、これでいけるな。もう2つあるね。出番だぜ。
良い結果を出せるね。何のです。おお、素晴らしきお働き。諸葛亮、お前の手腕、実にいい感じでクリアだ。いいえ、この勝利は皆の尽力によるもの。私はただ頭で描いた策を指し示したまでです。諸葛亮殿の英知、感服つかまつった。どうか戦前の非礼をお許しくだされ。ち、認めてやるしかねえだろ。こうもおめえの言う通りにことが進んじゃうよ。ありがとうございます。これからも劉備殿のため共に尽力しましょう。諸葛亮、ついに曹操の本隊が慶州へと攻めてくるようだ。今回は曹操自らが大軍を率いているとか。今までのような奇策は通用しないでしょう。ではどうすれば。劉表殿の長子劉貴殿と共に南へと引くのが良策です。その後江東の孫権と同盟を結んで曹操に対抗するのです。報告、曹操軍本隊慶州へ到達。うん、皆くれぐれも無理に戦おうとはするな。今はただ生き延びることが勝ちと心得よ。劉備様を慕い付き従う多くの民、彼らと共にあることで進軍は大きく滞りました。曹操軍は容赦なくそこを狙ってきましたね。結果皆散り散りに落ち延びることになりました。ああ、しかしまさかこれほどの民が私についてきてくれるとは。彼らを救うどころか戦に巻き込んでしまうとは。今はただ己の非力が憎い。お気持ちはお察しします。ですがご心配には及びません。民は孔明様が用意した船に乗って逃げる手はずになっております。劉貴殿も河口へと先行し私たちを迎え入れる準備をしているとのことです。劉備様を慕う多くの民を救うためまずは河口へ向かうことを第一に考えましょう。ああ、わかった。皆の無事を信じ河口へ急ごう。
なんか高レベルのが混じってるなぁ、わら。まあ、いけるやつからいきますか。今こそ敵の要所を叩く。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。私を慕ってくれる神はこれほどまで。ならば何としても曹操から逃げ切らねば。神を連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気がかりです。敵将打ち取りました。お見事です。さすがは孔明様。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くしかないな。この先嫌なことが起きないことを願うぜ。良い結果を出せて何を言うか。おお、よくやってくれた。曹操撃破なのか。だから高めなのね、わら。お前さん方、まさか劉備様の軍の人かい。あの、ただいまです。民を引き連れて逃げてるっていう。まさにその民のために船が必要なのです。どうか船をお貸し願いたい。そういうことなら放っちゃおけねえな。いいぜ、俺んとこの船好きに使いな。東にも造船所があるのは知ってるか。あっちにも船を出すよう言っとくからよ。馬が。金がある。
曹操をクリアしたので、曹操の馬の絶影に乗れるようになりました。お。無事に船を借りることができました。これも劉備の人徳の賜物ですね。黒くてかっこいいですね。我が新さん、狂いはありません。いいぞ、その調子だぜ。色が映えますね。敵将を追い詰め申した。みんな今こそ奮起する時でござる。敵図を止め追い詰められたか。この窮地いかにして脱しようか。加勢とはありがたい。この通り手負いのみ共に進んでくだされ。磨ききた武の髄をもってお相手いたす。いざ徐孔明と刃を交えん。貴公の武これほどであったか。拙者修行して出直してまいる。おお、無事に逃げられるとは。おかげでこの命救われました。はあ、実は後様の所在について聞いたのです。なんとか救い出してくだされ。良い結果を出せて何よりです。お見事です。さすがは孔明様。アーリュリの赤ちゃんか。これかな。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。お前たちは駒の道の妨げとなる。ならばこの俺が全て打ち払うまで。親恩から任された大事な任務だ。お前なんかに邪魔させやしねえ。
敵の要所を叩く。こっちだったか。風と雷みたいな感じですかね。そうですね、属性はそれですね、わら。敵敵でも祈祷で風向きを変えて火ばかりを成功させましたからね。もうそういうレベルですよね、わら。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将打ち取りました。お、素晴らしきお働き。の知力が破れようとは。ここまで来れば安全でしょうか。お助けいただいたこと感謝いたします。ですが取り残されたアト様が心配です。居場所について聞けど私ではとても良い結果を出せて何よりです。
諸葛亮様からの指示を受けて進路はお任せ。船はいつでも出せます。どうぞ挑戦してください。このまま船を進めることはできません。一時停船します。あ、見えてきたぜ、劉備どもの船だ。よし構えろ、どんどん打ち込んでやれ。敵の船足は鈍重、矢の的にしてくれと言っているも同然ですね。敵が矢を追いかけてきたぞ。高橋、船の急所をついてくれ。残しといてくださいよ。これ以上戦うのは野暮というもの。失礼、私は引かせてもらいます。良い結果を出せて何よりです。船着き場に到着できました。この先の村へ急ぎましょう。諸葛亮はいつも余裕がある雰囲気出してますね。そうですよね、常に正々沈着です。冷静沈着か、わら。
一気に自分だけ来たらクリアならないかな。村が賊とに支配されています。民を逃がすにはまず奴らを撃たないと。この村の腰抜けどもは俺たちのもんよ。働かせるもいたぶるも自由だぞ。見慣れねえ奴らだぜ。あいつらも俺たちのおもちゃにしてやるか。良い結果を出せて何よりです。そなたの働き軍中随一を。これで民の避難は無事に完了です。見事なお手並みでした。我が新さん、狂いはありません。やっぱこれが早かったのね。すね、輝いてますぜ。心配はいりません。殿のもとへお連れするだけです。おお、素晴らしきお働き。
けもと決して何者にも抜かせはせぬぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。おのども行くぞ。逃げ回るだけの劉備軍をすり潰すのだ。なんの我らとて劉備様の兵たやすくは倒れぬぞ。敵の要所を叩く。
き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。これだけ演者がいたら何人か声を兼任してるんですかね。あ、結構何役もしてますね。ですよね。あの瀬田谷総作の声の人も5分の武将とかもやってますし、わら。わら。そうな奴がいるな。決めたぜ、あいつは俺がやる。わざわざやられに来たか。返り討ちにしてくれる。ここを通すわけにはいかんぞ。護衛しなきゃいけないのか、直行していいのかよくわからないのがあるのよね、わら。アバウトな指示なのでどっちかよくわからないんですよね、わら。どうにもならん。敵将、撃ち取りました。そなたの働き、宇宙随一を。やめだやめ、
こんなのやってられっかってんだ。すごいっすね。輝いてますね。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。これで勝ったと思うなよ。おお、素晴らしきお働き。お主の加勢、心から感謝する。これで私は過去へ向かうことができる。良い結果を出せ。素晴らしいご活躍。一人で俺たちの足を止めるつもりか。ノンプレー屁でもねえってんだ。この兵器と長期の本気見せてやら。加藤と日長領まで。それでは足を塞ぐどころではありません。死ぬ気で守れ。おめえら一歩も下がるんじゃねえぞ。長飛様、ご無事でよかった。私も一緒に戦います。いや、いい、目は先に逃げろって。そのそれとほどゼロ。塞いじまうぞ。よっしゃ、こんなとこだな。これで曹操軍の連中は橋を通れねえだろうぜ。良い結果を出せね。何よりです。あとは曹操を倒してみるかな。
安心我が元へ乗り込んでくるか、細物か万有か、わしが見定めてやる。そうね、曹操様に意地悪しに来ただが、実際は絶対言わなかったでしょうね。敵を打ち取りましたって軍師なら。ですね、わらず。その動き、どうにもわからないな。君の真意、見極めさせてもらうよ。いろんな武器があるな。わら、むちゃくちゃですけどね、わら。今だこう。
カズチよ。なんという武勇。敵将。武勇だけかと思ったら実は強かったって物語の主人公っぽいですわね。君の力を読み違えていたか。ああ、わら。さつ鬼ってやつですかね、わら。そうそうさま、ねえよ、今負けちまったぜ。重装の芯を揃え、早くも力をつけるとは。劉備、やつもまたわしと並ぶ英雄よな。良い結果。ああですね、わら。めちゃくちゃゴリ押しでなんとか勝ったー、わら。ゴリ押しが最短ルートですもんね、わら。そうですね、アイテム使いまくりでぶっぱです、わら。これからどうすれば。純勇の読みは正しかったな。ここで劉備らを打ち果たすぞ。私が死での調べを奏でて差し上げますわ。さあ覚悟なさい。この働き、群中随一よ。
ますぜ。うん、これは参った。うっかり追い詰めて視力を出させたかな。今がな。くしかあるまい。そなたの働き、雲中随一よ。このような仕打ちを受けるとは悔しいですが、今は引きますわ。ここが諸葛亮が言っていた場所か。なんとかたどり着くことができた。曹操もここまでは深追いしないはずです。ああ、これでクリアか。大勢を整え、礼に備えましょう。厳しい道のりではあったが、なんとか河口までたどり着けたな。これも皆の働きのおかげだ。ありがとう。しかし我らはまた寄る辺を失ってしまいましたな。ここだっていつ攻められるかわからねえ。そん時はどうする。また逃げるのかよ。攻められるたびに逃げていてはいたずらに戦を広めるだけだ。諸葛亮も迎えた今、いつまでもこのようなことを繰り返してはおれぬ。ならばいよいよ曹操と戦われるおつもりか。ようやく奴と正面切ってやり合うのか。けどよ、言いたくはねえが奴らの数は厄介だぜ。諸葛亮はその兵数差を覆すため後頭の孫権殿と盟を結ぼうと考えているらしい。我らと手を組んでくれるかは分からぬが、今はその話がまとまることを信じよう。先ほど後頭から使者が参りました。私と孫権殿の面会を認めてくださるそうです。その場で同盟の話を進め、共に曹操に対する手立てを講じてまいります。うん、分かった。しかしお前だけで大丈夫か。はい、まずは私一人で行きます。その方が相手も構えずに話を聞いてくれるでしょう。そうか、大役を任せるな。よろしく頼む。承知しました。劉備殿の大使のため必ずや命を結んでまいります。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす奇跡の一歩手前の将家が、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画僚と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、
劉備の行く末を変えようとしていた。一つ問おう。牙領と呼ばれるあなたがいながら、なぜ劉備殿は慶州を追われたのですかな。まず劉備殿は慶州を治める劉表殿に恩を返すため深夜を守っていたにすぎません。己の地でない以上、追われるというのは不適当です。また劉曹殿が独断で曹操に降伏した時も、劉表殿の長子劉貴殿を救うことを優先しました。これも劉表殿への報恩のためです。そして劉備殿は目先の勝敗にとらわれず、大事な一戦に勝てばよいと考えています。慶州での戦乱はその意味ではさじにすぎません。つまり劉備殿は劉表殿への仁義を通し、その上で決戦の時に向けて構えているのです。そのために今孫悟との命が必要なのです。我らと結び決戦とは正気か。曹操の勢いは盛んにして軍も強大、我らとそなたらが組んだとて倒せるとは思えんが。高等孫悟は盛況にして兵糧も十分、しかも長江という天然の要害があります。にもかかわらず身振り手振りがちょっと笑えますね。そうそう勝てると思えないとは。失礼ですが長笑殿は臆病に過ぎるのでは。安い挑発をしおって、それで気を抜くほど愚かではないわ。自分たちだけでは勝てぬからと我ら孫悟を戦火に巻き込まんとするその卑劣さ、それで仁義などとよく言えたものよ。曹操は官室の権威を欲しいままにする俗心、官の心ならばそれを打とうとするのは当然です。孫家の皆様も官の中心であればこそ共に立たんとお声をかけたまでです。ですが敵が兄弟というだけで尻尾を巻かれるとは、大義に背を向け大悪におもねる、それこそ不仁ではありませんか。よくもまあ減らず口を次々と。長将もうよい、そこまでにせよ。うぬぬわら、後ろ後ろわら。我らが曹操と戦う理は分かった、だが勝算はあるのか。曹操軍は慶州制圧以来遠征を続けてきました。連戦に将兵の疲れは蓄積しています。また曹操の軍は北方出身の兵が多く、水上の戦いに慣れていません。我が主劉備と孫権殿が結び知遇を束ねれば、決して勝てぬ相手ではありません。ふん、周遊どう思う。先日我らは雨林で曹操軍と対峙しました。諸葛亮殿の言う通り、敵には疲労の色が見え、水上戦も増えてのようでした。十分な策と準備があれば必ずや勝てましょう。分かった、お前がそうまで言うならば私の下すべき結論は一つだ。我ら孫悟は劉備殿と協力し約束曹操を討つ。you
これで準備か。お前さんとこうして話すなんて、いつ以来かね。それにしても、お前さんが劉備殿に仕えるとは思わなかったよ。なんだってそんな気になったんだい。今まで誰にも仕えようとしなかったお前さんが。劉備殿は、ただ民のために乱世に立たれました。誰もが野心を振りかざす中、それは賢なことです。その志、そして私を訪ねてくださった熱意にお答えしたいと思ったのです。へえ、お前さんにそこまで言わせるとは、劉備殿ってのはよほどの大人物なんだね。どうですか、宝刀、私と共に劉備殿を支えてはいただけませんか。私たち二人が共に支えれば、劉備殿は必ずや大志を成し遂げられるでしょう。やっぱりそういう話かい。なんとなく予感はしていたけどね。ま、山ごもりにも飽きてきたところさ、しばらくここで厄介になるとしようか。ありがとうございます。そう言ってくれると思っていましたよ。我々は今、曹操との決戦に臨むべく、江東の孫権殿と共に準備を進めています。やれやれ、会って話をして首を縦に振ったら、早速何かさせようってのかい。もう少しゆっくりさせてもらいたいんだけどね。うん、わら。曹操は待ってはくれません。あなたにもすぐに果たしていただきたいのです。あなたにしかできない重要な役目を。諸君、我らは曹操軍に対し火計を用いる。だがただ火を放つだけでは策はならない。この家計には念入りな準備が必要となる。心してかかってほしい。策の準備は多岐にわたる。一人で全てやる必要はない。皆で手分けして準備に当たってもらいたい。一人につき二つほど担当してくれれば十分だ。もちろん手が回るなら他の仕事も手伝ってくれ。では頼んだぞ。曹操との決戦はそこまで迫っている。10万本の矢、やろうかな。今一度確認しなくて。決戦に必要だという10万本の矢、これから集めるのは大変そうだが。集めるのが難しいとなれば、敵から奪うしかありませんね。10万本の矢、船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が撃ち込む矢を転じて我らのものとします。ああ、準備ですね。矢が足りないので、早急に大量の矢が必要ってなるんですよね。
それをどこから持ってくるかってことで、あの作戦ですね。例の話を聞いています。ささ、この船に乗ってください。さあ、行きますよ。うまくいくといいのですが。相手を挑発して、このわら船に矢を撃たせるわけです。この辺りでいいでしょうか。今だ！みんな、一気に攻め込め！敵襲だ！ありったけの矢を追いかけよう！なるほど、面白い作戦ですね。それで手っ取り早く矢を集めようってことですね。わら、曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計り事であったか。これ映画でも表現されてるんですよね。敵をコケにしてるんですね、わら。確か諸葛亮が金城武士だったかな。うん、わら。うん、たっぷり、わら。十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に収めましょう。敵さんの患者、召喚が伝令を雇ったらしい。そいつにこの偽の手紙を渡す手はずなんだ。三国志はすごい数、作品が作られてますもんね。我らに内通している。確かそんな内容の手紙だったな。うんうん。手紙何ですか。まさか愛の告白。わら。
手紙を受け取れと、あのどういう意味でしょうか。え、わら、あはは、わら、確かに召喚様の使いを務めていますが、危険な任務となればただで受けるわけには。こんなにいただけるとは。どんな依頼も必ず果たしてみせましょう。おお、この手紙を召喚様から預かった。そう言って曹操軍の者に渡せばいいのですね。世の中お金、わら。わ、よし。敵の船に接近できれば家計の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。わら、降伏に説得力を持たせるため、敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。雑賀と雑中を伴い郊外の元へ向かうのだ。おお、よくやってくれた。何、郊外殿が処罰されると？ライドの処罰が始まると。よき死に場所を得たわ。みんな、そこから一歩も引いてはならんぞ。仲間にひどい真似をしおるわ。もはや孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外殿、曹操殿ならそんな真似は決して。敵将討ち取りました。わら、大したもんだよ諸葛亮。あわ、わら、我が新さんに狂いはありません。うん、見事だ。その調子で奮戦。雑賀はこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。例の準備をせねばならんが、材料が足らん。調達せねば。あれば十分よ。敵陣をド派手に燃やしてやるわ。
我が神さ、これであと一つか。狂いはありません。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。さて、あっしの仕事も進めないとね。この酒を敵陣に届けに行こうか。ああ、例のものですね。お任せください。あとは奴らに安価で流しておきますので。これ面倒なのよね。やっぱり飛べるとこがないな。これで行くしかない、わら。デジャブかな、わら。あわ、わら。隠れ家でもあれば、無理やり行けるのにな。諸葛亮、馬で川を渡る。うん、わら。
もうこのまま曹操のとこ行って倒してきていいんじゃないかな、わら。いや、差し入れをいただけるなんて。早速みんなで飲んできますね。敵さん大喜びで受け取ってくれたよ。お話の流れが、わら。酒と船二つによってまともに戦えるかね。あわ、わら。我が新さん、狂いはありません。諸葛亮無双で、わら。大したもんだよ、諸葛亮。決戦の準備万全であろうか。確認してみよう。いいね。こんな短期間に10万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と調印は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。例の船の準備も万全とのこと。あとは決戦の際機を伺うだけだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。そうか、よくやってくれた殿。これで策の準備は整いました。あとは時を待つのみです。よし、いよいよだな。我ら孫悟と劉備軍、治癒を束ね曹操に勝つ。来るべき決戦に向け備えを十分にしておくのだ。やれやれ、ずいぶん大掛かりな準備をさせられたな。こんな戦初めてだぜ。けどようやく曹操をぶっ飛ばせるんだな。董卓討伐、関都での戦、今までも対戦は経験してき申した。こたびはそれらの戦に匹敵する、いやそれ以上の対戦でござる。兄者の志のため必ずや勝利せねば。この戦いに勝ち曹操を討つことができれば長きにわたる因縁も終わるか。幹部の声ってナレーションの人よね。諸葛亮、この戦の後我々はどのように動くのだ。この戦に我々が勝てば曹操は勢いを失い、しばらくは動けなくなります。一方我々と共に戦う孫権殿も戦後の処理と領内の安定に追われるはず。これは領地を持つがゆえの宿命と言えるでしょう。その間に劉備殿は酔って立つ地を得るのです。曹操と孫権殿、二人に並び立つための来た、だも、真剣おばさん終わってる。私の国、はい、劉備殿の国、陣の世はそこより始まるのです。はい、終わっちゃいました。
曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった。まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう。この決戦、敵を誘い炎で一掃する。機を見て曹操を挑発する船を出さん。先に行った仲間も頑張ってるみたいですね。さあ親分、俺たちも行きましょうよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。はい、ではお時間来てしまいましたので今日はここまでにしたいと思います。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。お疲れ様でした。失敗はできんな。なんだか今日はいろいろとばらけた感じになってしまいましたが、今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然やってねえぞ。しかし宝刀先生にもらった酒はうまかったな。今後は諸葛亮をじっくり見ていければと思います。ではご視聴ありがとうございました。さん、その他見てくださった方々もありがとうございました。またのし。またのお越しお待ちしていますです。ではまたですのし。